あ、了解になります。はい、あ、合図きました。そしたら、はい、の、あそこのグループで、うん。うん。入れる。あ、行けた。行けた。あ。あ、おはようございます。おはようございます。ちょっと、あの、設定していた、あの。<laughs> 予定の。 URL から入れなくなりまして皆さんあの違うところからもしかしたらご覧になってるかもしれないので本当申し訳ないです。えー、っと新しく <laughs> お部屋を作りまして <laughs> 急遽あの入り直しました。もしあのこちらの方を見てくださってたら嬉しいです。はいでは今日はですね初めてあの作家さんとあの読者をつなぐこけら落としですかね。 ナイスツーリードユーっていうあの素敵な、ね、ネーミングをつけてくださった一般社団法人、えー、日本ネーミング協会の会長でいらっしゃる岩永先生がこの素敵なネーミングをしてくださって何かが生まれるそんな素敵なコミュニティにしてほしいっていうあの思いを込めて命名してくださいました。えー、本日はあの 1> 第1回目として、えー、鈴木あさよさんにお越しになっていただきました、えー。鈴木あさよさん、お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。はい、えっ、ー、といつもあさよちゃんってあのお呼びしているので、今日もあさよちゃんでお願いしたいと思います。はい。はい。えっ、ー、と今ライブ、もしあの見ていただいている方がいらっしゃいましたらコメントとかもできますので、あのよかったらコメントいただけるととても嬉しいです。 えっと今日はあの30分っていう短い時間なんですけれども。あの鈴木朝代さ,さんにあの出版にあたってのなんかね。あの思いであったり、あのきっかけであったり、あのまあ、私たちにどんなことを伝えたいのか、っていうあたりのことを伺いたいと思っています。で、そもそもこのあの Facebook グループを作ったきっかけなんですけれども。あの？純粋にその。 あの本を出版初めてされる方の応援をしたいなって思いましたそして初めてあの質問読書会っていうのを朝ささん作家さんが参加されそして私たち読者が参加するっていう形で開いたんですけれどもお互いにすごくいい時間になりました。 えー、本に書かれていない作家さんの思い本当にあに、のー、手に取るようにお聞かせいただきまた作家さんの方からも読者の方が、あのー、思いをどれぐらいあの汲み取っているのかとか、あのー、どんなき感想を持っているのかリアルに知ることができてとてもいい時間だったっていうことを、あのー、教えていただきました。でそれで、まあ、作家さんを 応援したい私たちとそして、えー、読者の方とつながって本当に心でつながり合える場を作ってあの出版していきたいっていう作家さんとなんかつながれる場所があればいいなと思いこの場を設定しました、えー、お仲間をあのたくさん今募集しているところですので是非お越しくださいではお待たせしました、えー、本日の,あのゲストは鈴木あさよさんです あさよさん、こんにちは。こんにちは。はい、では、えっ、ー、と、まあ、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども。簡単に自己紹介をお願いいたします。はいえっと、鈴木あさよと申しますで。子供の頃から、東京大、大阪、東京、稚内。道内各地と転々としていたんですけれども、まあ、函館にも住んだことがあったりとか。えっと、現在は。 北海道の札幌市に拠点を置いてて活動しております <laughs> 私の宝物と屋号を、えっと、数年前に改めまして私の宝物というか名前で活動をしております。もともとライターを20代の頃からフリーランスでやってい,ていたんですけれども。 あの取,材の取材を中心としたライターの活動から、えっと、ちょうどコロナに入るちょっと前ぐらいに、えっと、自分の人生体験を書く方の作家の方に切り替えていけたらいいなっていうふうに考えていってという感じでした。で同時に訪問保育士の資格を持っていて。 認可外保育施設、私の宝物という形で、まあ、そちらの方では子どもたちの中にある個性とかの宝を見いだして育てていくっていうようなことをテーマにやっていてその私の宝物という軸であの活動をしておりましたあ素敵ですね、はい、宝物って。なんかね、はい <laughs> はい、えー、っとそうして、えーはい、宝物を軸として活動されて,いて、はい、今回というかあのもう今3冊目を執筆されているっていうことなんですけれどもはい、はい、あのいろんなお仕事っていうかあの多方面にかけてあの、はい、ご活躍だったんですが、はい、執筆活動をしようと思ったきっかけっていうのはもともとどういったことだったんでしょう えっと、本そうですねも、えっともと私乳がんになり本にも書いたんですけど乳がんになったり、まあ、離婚をしたりと人生の中でこうちょっと低迷していたような時がありましてその体験を書いて特に乳がんの方だったんですけれど書いてあの今同じような体験をして心細くされている方の 力ににななれたらいいなといとう,ふうにずっと考えてはいたんですけどあのなかなかその本にするとなるとこうハードルが高くってでコロナになる少し前何年か前ぐらいに、えっと、ライターのし仕事をずっとしていたので、えっと、その時に関わりのあったあの編集者さん あのこっちの北海道の方でやっている出版社の編集者さんに、えっと、乳がん体験を書いて出版してみたいっていうようなことをちらっと話してみたんですね。うん、でそうしたところあの今闘病器って売れないですよ、うん、っていうことで <laughs> <laughs> 特にがんの話題はもう今がんって珍しくなくて。 あのその昔、本当年代が分かっちゃうと思うんですけど、泉正まさんとかああ、あの人たちの時代にはもうがんっていうことを書いてるだけで売れたっていう時代があったんですって。だけど、今はもう売れませんって。なので、当病器を手がけたがる編集者はいないと思いますっはっきり言われたんですね。それで、それで、自費出版なら、ね、あの、 道はありますよってて言われてで私友達もお,あのお子さんがんで亡くされた方とかが自費出版されていたりしたのは知っていたのであのちょっと知ってはいたんですけどただ料金がものすごいかかるしあの在庫ですね在庫を抱えて、えっと、その在庫で一部屋が埋まってる。 それで私はいや私はもうちょっとそういう余裕はないですしなのでちょっと出版っていうのはまあないのかなってさそれに乳がん体験ってそんな珍しくもないというふうに言われてしまえばそうなるかもしれないみたいな感じで思っていたところに「あのザストーリーマスター講座私が受けたオンラインの,あの出版講座 Kindle 出版の講座の、えっと、Facebook か何かでタイムラインで流れてきてあの人生ストーリーを書いて出版することができますよというタイトル「THESTORY」ーーっていう言葉に心惹かれてあのちょっと受けてみることにしたんですね。はい、あそれで「Kindle 出版」っていう方法で伝えることができるんだ。 っていうふうに思いまして、まあ、商業出版でも自費出版でもない、セルフ出版という方法があるというのを。知って、あ、これはやってみる価値がありそうだなと思ったのが。書き始めたきっかけ。だったんです。えー、はい。すみません、ちょっと長くなりました。いえいえ。いや、<laughs> なんか偶然というか。<laughs> そうなんですね。はい、ね。 いやでもその一旦はそのもう売れませんよって言われている、はいはい、な内容というか題材で、うん、それでも書きたいって思われたのは、はい、どんんなことがあったんですかはりあのやはり乳がん体験ですねそれで1冊目の主に内容なんですけれども、うん、乳がんになった時にあの、まあ、乳がんって病気っていうふうに で思って命に関わる病気なんですけれどもその乳がんになった時に、えっと、関わりのあったお世話になっていた小児科の先生からあの一冊の本をお借りしたんです。うん、で森津淳子先生という、えっと、ホスピス医はい今も開業されてる先生なんですけれどもホスピス医の先生の書かれた本でえっと その本の中に「がんは細胞学的自殺である」っていう言葉に出会うんですね。うん、それでもうその時がんになってガーンとも来たんですけれど面<白>い <laughs> 細胞学的自殺で <laughs> さらにガーンと来てみたいな私死にたいと思ったことは、ま、意識しているところでは一度もなかったというか、うん、でも読めば読むほど。 細胞学的自殺っていう言葉に当てはまっていくんですよね。えー、はい。で、あのし死に、あの、もう死んでし、ものすごいストレスを抱えていて、まあ、その本の中には抱えていて、もう死にたいっていうふうに思うぐらいのストレスを抱えているのに。 死にたいと思ってはいけないとか死,にて死,、あのー、死ぬわけにはいかないとかっていうふうに思っていると細胞の方が都合よく都合よくって書いてあるんですね死んでいってくれるっていう <laughs> あもうすっごいショックでうん私は自殺したいって思ったことはないけれども自殺を考えてる人と同じだったんだっていうふうな で自殺って私は精神的に病んでる人とかがあのやってなんていうかそうなってしまうことだというふうに思っていて自分は精神的には病んでないっていうふうになんかすごく思っていたので無,縁無関係と思ってたんですねでもがんになって気づかされたことは自分もものすごいもう抱えきれないほどのストレスの中にいて。 もう本当に死んでしまうよ細胞が都合よく死んでってくれるような状況に自分を追い込んでたんだっていうことだったんですね。初めて聞きました。う日本ではね、あのはい、読んでたんですけれども、はい、正直ですよね、自分の意図してない細胞が自殺をしている状態。なんで,すで、うん 都合よくとその先生の本に書かれて、るうん、これがすごいショックで、がーんときて命に関わる病気でって思っ,てた,んで思ったんですけど、都合よく書か,かったっていうことなんですよね、みたいな、その言葉もばい,、はい。あっ、そうなんです、そうなんです。はい そ,そこで初めてなんかなんていうか自分の状態状況をなんかドーンと見せつけられたすごい頑張ってポジティブにかんなあのポジそれこそポジティブシンキングとかっていうのが流行ってた時代でもあると思うので何かあってもポジティブに考えることでみたいな感じでやってきたはずなのに都合よく細胞が。 死んででっってててくれてるみたたいいいなう,んっていうのはすごいショックでしたねだから自殺の人と私はああいうことを考えちゃう人ってなんかこうどっかちょっと心が病んじゃってあのかわいそうな人とかあの自分にはちょっと理解できない死んじゃうまで自殺っていうのはやっぱりした良くないことだからし,しちゃうのは良くないことだっていうふうに考えてちょっと理解できない。 まあ自分とは自殺しちゃう人っていうのは自分とは違う世界に住んでいるそのぐらいなんかすごい心の距離かわいそうだと思いつつも心の距離があったんですよね、うん、けど自分がかかった病気も細胞学的腫瘍免疫学あの精神腫瘍免疫学という学問ではがんは細胞学的自殺なんだっていうのを知ってなんか他人事じゃなかったんだみたいな。うんはい すごい衝撃。ですすねごい衝撃そして、うん、生き方を変えなければ治りませんってはっきり書いてあってそれまたすごい衝撃で、うん、もう生き方変えようと思っていろんなことやってきていたので自己啓発もやりましたしボディケアもやりましたしみたいなすごいいろんなことやってたんですね。けれども生き方を変えなければがんは治りませんってその森先生の方に書いてあって。 えー、もういろいろやってきてたんですよ。ねね、それで癌になってるから <laughs> もうこの上どうしたらいいのみたいな感じになってさらにまたがンとくるみたいな自分のやってたことって何をやってきたんだろうなんて空回りなんだろう自分ばっかり頑張ってみたいなそこで初めて怒りになるみたいな感じなんですよね。<laughs> なるほど <laughs>、はい、もうあの ね、私たちは一般的にまあ病気になったらこう薬で治すっていうイメージがね、はいはい、すごくあるんですけれども、はい、生き方を変えるっていう、はい、初めて聞きましたこのワードその時すごい響いて、うんまあ、そういう話を聞いてもいや全然生き方を変えるとかあんって病気でしょってやっぱりゆきちゃん言うようにもう薬とかそっちの方にもうまっすぐ行く。うん 方もいると思うんですよねで何年かかってもそこで止まってる人もたくさんいると思うんです、うん、薬のによる治療がいいとか悪いとかっていうのは私には判断できませんけれども薬の治療をやって副作用が出てつらいですってすごいつらいと思うんだけれどもまたそこでなんか不平起きていることに不平不満を言ってあの状況を受け入れられずにっていうふうになって。 同じところをぐるぐるしてしまう要するに病気にはなってしまったけれども生き方を変えるっていうところにはいけないという状態ですよね。はい、森津淳子先生の本には「生き方を変えなければ治りませんと」と自己啓発とかスピリチュアルな人たち とかすごく自然療法に偏った先生たちが言っているのではなくてお医者さんが言ってるからなおぐさっとくるみたいなはい。でも本質もうドーンとそれがすごい響いたので多分魂に響いたんだと思うんですねその言葉が。うんそれで生き方を変えることをいろいろやってきたのに。 一体私は何をがんになっちゃったのであのそんなこと何もやらないでがんになってそこから生き方を変えるんだっていうんならまだ分かるんですけどさんざ、うんやってきた予定あのつもりしてたのにがんになっちゃってこれ以上何をどうすればいいのみたいな感じだったんですもんね。真っ暗ですね、はいえー、本当に真っ暗でしたね。 その時のなんかこう不安であったりね、はい、なんか、はいうん、悲しみとかそれこそ最終的には怒りになったっていうことですけど、はい、やっぱりねそのやることをやってきたっていう前提がそこで初めてこんなに自分やってきたのにがんになった方がよく言う言葉なんですよ。なんで私がなの これ、うん、結構癌になった人、言うんですよね。なんで私なの、なんで私が乳癌がなの、みたいな。私もやっぱり、そう思って。でも、生き方を変えなければ、治らないっていうのは、私、その時、これは本当だと思ったんですよね。はい。もう理屈抜きに、これはすごい。本質をついたコメントで、あの、言葉で。うん、いや、本当のことを言ってる。 と思いましたなんかこれまでの病気っていうまあがん、はい、今回がんっていうことなんですけど、はい、きっとがん以外の病気に対しても同じことがはまるのかなと思って聞いてたんですけれどもうう考え方といんかこう身近なところでは例えばくよくよ悩む人はよく胃が痛い。 とか言いますよらそんな段階でこあ体の声を聞けてればよかった体の声なのか心の声なのか聞けてればよかったんですけれどもそういう段階の声を全部無視してきてその結果がんとなってドーンと出てきたって私は思ったんですね。うん、もう小さい声では 聞いてくれないから、うん、でかくして言ったみたいな。<laughs> なるほどなるほど。気づけっていう <laughs> 気づけですね。すね <laughs> そうの時はすごくそう思いましたね。うん、はい。うん。いやでもそうだからと言ってこう朝よ、はい、ちゃんみたいに前向きに捉えれる人と、はい、もちろんね前向きになれるまでにいろんな葛藤があったと思うんですけれども。はい。はい やっぱりこうね落ち込んでしまわれる方だっていらっしゃるし、はいえー、そこであえてこの本を出されたっていうことで、はい、あのあこの本を通して一番伝えたかったことっていうのはどんなことなんですか、はい、やはり私が一番ドーンときた言葉ですね、うん、がんは生き方を、うん、あその人の生き方を否定してるっていうことではなくて生き方を変えなければ変わらないっていう、うん 言葉の方だった言葉だったと思いますね。はい。それであの癌になった時ってすごくいろんなことをやっぱり言われるんですよね。あのあといろんなものをも勧められます。正直言ってこれが癌がにいいっていうような水ですとか、あの癌にいいっていう食べ物ですとか、あのすごく自然療法にの方に言っていて私は。 標準治療とかかをやらなかったんですけど私はそれに対していいとか悪いとかっていうつもりは全然なくってあの自然療法の方に傾倒してる人たちはあの自然あ、えっと、抗がん剤による治療は良くないとかって言ったりしますしでも私が一番伝えたいのはそういう情報に翻弄されることではなくって自分の本心,本心もしはい。 本心です、ね、自分あの他人から言われたことで決めてしまうのではなくて他人っていう中にはお医者さんも入るかもしれないんですけれどもあの決めることではなくって自分でその治療の選択を決めるという選ぶっていうことですね。なるほどで多くは選んでるようでお話私もいろんながん患者さんのお話聞くんですけれども。 私も自分で標準治療を選びましたとかいう人結構いるんですよね。で逆に標準治療しないって選びましたって人もいるんですよね。けれどもその方のお話を掘り下げて聞いているとどうも自分で選んだんじゃなく選ばされているっていうふうに思う時がありましてやっぱりよく考えて選ばされてる情報に翻弄されるのでもなく選ばされるのでもなく。 自ら選ぶっていうことが。大事、うん、まあこれは本当は平たく言うと、ガン以外のことにも通じることだと思うんですけれど、うん、それがすごく大事だと思いっていうことを発見していったっていうことを伝えたかったですね。はあ、はい、ドキッとしますね。特にあの専門分野のね。あの。はい 医者から言われると、もうそれしかないってどうしても思いがちなんですけど、はい。その中でもやっぱりこう、はい、自分でや調べることもしたり、はい、そうですね。うん、お医者さんに、うん、あの遠慮して聞けないとか、うん、聞く雰囲気じゃなかったとか言う人もいるんですけど、うん、あの雰囲気に惑わされたりしないで、そこすごく勇気いるんですけれど、うんうん、いります。はい、すっごいいますよね。もう物申すって何か。 質問するだけでも勇気のいることってあると思うのでましてや自分がこういうことに疑問を感じてるとかこんな治療法をしたいんだっていうことを言ってすごく勇気のいることだと思うんですけどそれでもやっぱりそれ,それががんが与えてくれ,くれたことを、うん、あの命に関わる治療になっていくので選択を後で後悔しないように。 自分でやっぱり決めていくためには勇気も必要かなっていうふうに思いました。なるほどああのいろんなあ,、うん、あすいません。あといろんな例えばあの先祖のカルマだっていう人もいるしあと考え方の癖がんになるような人は頑固だとかって、うん、当てはまってないわけじゃないかもしれないんですけれども。 本人が自らそう思っているのと違って他人から言われるってちょっとそこにギャップがあるんですよね。うん、本人が自分でその考えにたどり着いてちょっとそうだったのかもしれないと思うのは全然いいと思うんですけれどもがんになる人は頑固だからだとかがんになったのはがんになるようなものの考え方をしてきたからだとかっていうふうに、まあ、他人から決められてしまう。 のはまたどうかっていうかいなのがあってで私はそこすごい長年疑問だったんですけれどもやがてあのがんから9年ほどして聖書を読むようになっていくんですね。で聖書の中にすぐあの病というのは神,の神様の見技が現れる神様の力が現れるためにあるんだっていうふうなところがあってもう本当に体験してきたことを 振り返った時に、まあ、いろんなこといろんな人が言うし自分もいろんな思いで悩むんですけれどもがんによって与えられたものもたくさんあって出会いも含めてなんですけれどあの本当に贈り神様からの贈り物だったっていうふうに当初は全然思えないんですけれど後々になんか思えるようになっていったんですね。そののののに聖書のその神の御業が神が様の が現れるるたためであという病になったのはもうそうかこれはあのそういうことだったのかみたいな感じでだからがんになってもう当時の私のことを思うとなったばっかりの時にあの宝物だ、ね、乳がんは私の宝物だったとか。 乳がんは神様からの贈り物だったと思えないんですね。絶対思えないんです、うん、そんなの。<laughs> もうガーンと来る方が先で何言ってんのっていうふうに思うと思うんですね。うん、10年前の13年前の私が聞いたら宝物だったって言っていや、私も本当に宝物になればいいなっていうふうには思ったかもしれないけど心のどっかでは何言ってんのっていうふうに思ったと思うんですよね。うん、ででももやっぱりそれでもあの もう13年とか経って、うん、あの後々に聖書の言葉と出会った時にやっぱり本当に神様の力が現れたと思うあの思ういうようなことがいっぱい起きていたっていうふうに変わったので、うん、もうすごいがんになった人私がんの人と Facebook のタイムラインでもつながっていて告知を受けた人のタイムラインなんか見るとあの、うん、もうこの後生きてるのが怖いので、うん、あの自殺を考えてますっていうタイムラインも流れてくることがあっていやなんか今は本当にそうなんだけどあのそこで立ってしまったらもう、ま、あのその後にある。 神様からの贈り物に気づくチャンスを逃しちゃうのでなんとかあの思いとどまってなんか私が出会ったように神様からの贈り物だったんだって思えるところまで行ってほしいなみたいなね,ね <laughs> 気はするんですよねそんな思いがあって書きました じゃあねちょ,ちょうどその今もしさなかでねこう迷ってたり、はい、悩んでたり、はいね、本当に恐怖にねあの怯えてるというか、はいね、あの希望が持てない人たちがこう、はい、ちゃんのこの本 に出会っっててくくだださるとすすごく、ね、心丈夫ですよねいやそうなっていたたければ、うん、また私自身も、まあ、今でも日々そうなんですけれどももうがん,にならがんは一応再発はしてないんですけれども、まあ、指定難病があったりとか、まあ、生きてると病気だけじゃなくいろんなことってありますよね困難がもう何重にも重なっちゃう時もありますし、うん、またコロナ禍でそうなっていた人もいると思うので。 私はがんっていうのが一つの素材だったんですけれど何か困難なことにあったときにあのそこで、うん、あ極端な発想の方に行ってしまわないでいやきっとこのことにも今はまだ分かんなくって私のがんになった時もそうなんですけど。 なんで私なのって怒りの方が出てきたりとか、うん、宝物とも贈り物とも思えないっていうような時が長く続くんですけど、うん、でもやっぱり振り返ってみたら宝物や贈り物だったんだなっていうふうに思えることが絶対どの人の人生にも出てくると思うので、うん、それを見つけていけたらいいなみたいなで見つけたらその人はきっとつ周りに 伝える必要があるる伝えることとしてきっと神様は送ってくださってると思うのでそうなってほしいなそう,お互いあのそうなっていければいいなっていうようなふうに思いましただからテーマとしてはすごい重たいテーマでがんっていうのもありますしで他にもまたライターもやってたのでいろんなテーマで書こうと思えば書けたんですけどやっぱり ライターでも書けることじゃなくて作家として書ける書くこととして考えた時に重いテーマだし読まれる読んで下さる人もおそらくすごい限定されてしまう内容だとは思うんですけどそれでもやっぱりこのことを書いて出すことが多分自分の一番自分のためになるのではないか、うん、みたいな気がして書きました。 素晴らしいですね、はい、本当にあのその乳がんっていうくくりだけではなくって病、はい、気じゃない方にも読んでいただきたい内容ですよね。ねあ,ありがとうございます。うん、本当にやっぱりこう 自分で決めたいけど決めきれなかったり、はいはい、なんか遠慮してしまって尋ねることができなかったりって、はい、日常で本当にありますもんね家族の方が受けてくれな治療を受けてくれないと、うん、こんなに先生が治療を受けて、うん、って言ってるのになぜあのまず治療じゃないことをやりたいとか言うの っていうようなことで家族に心配されるから受けるとかも、うん、受けてるんじゃなくて受けさせられてるんですよねそれって、ね、ですよねはいその2人のね難しさはいそ,その通りしなくたっていいっていうことと自分で選べるっていうこととはいそこには何かしらの神様からの贈り物が後であってくるよっていうねはいその可能っていうものもあるっていうことをねはい になかこう知っていただけるといいですよね。はい。あと、うん、体験してやはりそのお医い,いかに自分に合うお医者さんと出会えるかも、うん、すごくテーマかなっていうふうに思います。ど,どんなにすごいあの検査の機器が揃っていてでもあの技術を持っている先生に会ったとしても。 なんか普段の診察室でのやり取りであのストレスが溜まっていくような関係だとやっぱりつらいですよね、はい。じゃあどうやったら出会えるのって聞かれるんですけどね <laughs> そういうお医者さん。でもやっぱりこう、はい、なんとかしたいっていう思いがね。はいはい 自分を変えたいとかねそういう思いがあるとやっっぱり出会いも変わってくるのかな、はい、<て>そうだと思います。求めれば与えられるじゃないですけれどもその当時の私はが、うん癌になる前からも本当にあの全然家庭の中とかも,もう仕事もうまくいってなくって,変えたいって強く願ってたんですよね、うん、でその時にがんになったのでそうするとちゃんとなんかこう変えてくる。 人生を変えるのを手伝ってくれるようなお医者さんに出会ったなっていうふうに思ってるのでお医者さんとの悩み関係の悩みってすごいいっぱい私も聞くんですけれどもいろんな方からあのすごい一つ課題だなと思いますね。あ ねえなんかこうはなお話が尽きないんですけれども <laughs>、はい、ちょっとね長くなってしまいましたけれどもあすいえ<の>、はいえとんでもないです。 1冊目からして、もう本当にあの、はい、大切なお話、そして多くの人に聞いていただきたい内容ですので、もし朝夕ちゃんがよかったら、またこの続きと、はいはい、そしてまた2冊目で、はい、また今3冊目執筆中ということですので、はい、なんか継続してお話を聞かせて嬉しいですありがとうございます。い,いす <laughs> <laughs>、はい、よろしくお願い,いたしますで。次回はちゃんとあの予約したところから提案 <laughs> できる <laughs> いやいやとんでもない。ありがとうございます。<laughs> おきますのではい、申し訳ありません。では、あのー、えっ、ー、と今3冊目をあの執、ー、筆中なので、はいはい、えっと是非ですね。そのま次あのー、2冊目のお話も聞くんですけれども、はい、あの2冊目にあたって、今あ,あのー、取り組んでいる意気込みみたいなものを、ちょっと簡単にお聞かせいただいて、あのーはい、最後にしたいなと思います。はい。 ありがとうございます、えっと、3冊目は「物を手放す」がテーマなんです。ものの数を減らして暮らす少ないもので暮らすというかこれもあの離婚後に生活が私すごい困窮し,し,してしまった時があって本当に思い通りにならないところには宝物があるということなだと今になって思うんですけれどもあの物を手放していく過程の中で あの、いろいろ発見したことを書いています。<お> <laughs> 楽しみですね。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた次回の時にもその3冊目のお話も聞かせていただきながら、はい、あのたくさんのメッセージを一冊の本の中にあのしたためられておられるので、はい、そのあたりをもっともっとお聞かせいただきたいと思います。ありがとうございます。 今日はのちょっと不手際がありまして、大変ご迷惑をおかけしました。そして、このズームの方に待機で入ってくださってた方がいらっしゃったんですね。で、そのご招待、許可してしまうと、画面に、Facebook の画面にその方のお顔が映ってしまうので、許可しなかったんですね。もし、あのお顔を写り、ね、拒否の方だったらいけないなと思いまして。 はいですのでちょっとご迷惑おかけしましたけれども次回はちゃんとできるようにありがとうございますいろいろ私、はい、苦手なのでそこら辺 <laughs> 助かりますいまはいでは今日ね見てくださった皆様本当にありがとうございます今お一人の方が見てくださっているのではい,いありがとうございますありがとうございますちょっと泣かばってしまいました見てくださってるのではいはい、うん では朝よちゃんありがとうございました。ありがとうございました。はい。<あ>では。